話し合いで嫌いになった時あって、それで合格取り消しになったやつだったね。こっち見ないでください。ちゃんと話しちゃってもらっていいですか。はい、まあ、自分の保育とかもあると思うし、やっぱ自分の人生とか決めるもんだから、なんかまあうちだかの合宿とか、なんかじゃんけんで決めたとかあったみたいなので、自分だったらやっぱ話し合いとかきちんとして、やっぱ自分の人生のやっぱ声質とかも本当にあるし、踊り方とかも系統とかもあるから、そういうのを合わせて自分たちの意見を踏まえて決めた方がいいなって個人的に思ってます。同意です。じゃあなんかすでに決まってる人がいるみたいな風に言ってなかった？それは私の勘違い。そういう会話が聞こえただけ。あごめん、勘違いだった。じゃあ今の答えで、とりあえずじゃあ希望がある人は言うようにする。もう早く進めたいし、私はまんまんちゃんと今回は、じゃあ全員言っていく、誰が先に言われたから言うかったとかがあったらいいし、かぶってたらかぶってた人たちで話し合いをすればいいし、じゃあどうぞ先に話しちゃって大丈夫です。ちょっと時間かかるかもね。ちょっとミスたかもしれない。マジ休めちゃん。ここじゃ4人組になった。確かに、だったどうマジ休めちゃん時に誰か。私、猫ちゃん。あ、じゃあ、両方で。大丈夫、4人で。いける、なんか、大丈夫、4人。それか、キック。そっかそっか。コブちゃんとやりたいです。うん。チリチリちゃんって。私はチリチリと、チリチリちゃんとやりたいと。うん、私、今、入って。てるグループに参加させていただきたいです。じゃあとりあえずここ内定合ってるかな。内定、内定、どうか、どうか、あ、どうか、あ、そうかそうかそうか、どうし、他に組みたい人とか、それかもともと組みやすい人になります。なんか私はそんなに話してるわけでもないし、でもなりたいんですよ。結構直感なんですけど。すごい、カンって意外に当たるよ。大丈夫と思う。じゃあその4人以外で一回ちょっとちゃんと考えようか。あ、いいよいいよいいよ。私は全然、これでも大丈夫なんですけど、なんか生活みたいになってない？ちょっと腹声すぎて、うん、ごめん、そう、私が最初にそういうやり方をしちゃったからっていうのは思ったけど、やりたいっていう気持ちがある人は言った方がいいと思ったから、それを最初に言ったんやけど、まあやっぱさ、なんか気使っちゃう子とかもやっぱいるわけじゃん、うん、かほとんどの子がそうだと思うし、でもやっぱり人生本当に決まっちゃうから、こういう、うん、なあ、自分の意見言って本当に損はない、絶対ないと思うし、今のやり方でも良かったんじゃないか。で、大丈夫、ごめんなさい、マジ休めさんとやりたいって言ったけど、自分とやりたいって言ってくれてる人と一緒にやりたいなって思うので、私は二人とやりたいです。それでいいと思う。ありがとうございます。となるとこれ、うん、これ3人は一緒ってことになって、うん、で、大丈夫、とりあえず2人なって、うん、うんうんうん、聞きすぎて誰が何やら分からなくなってきちゃった。言ってくれてた。そう、一緒にやりたいっつって、一緒にやりたいっつって、で一緒にやりたいっつって、
で一緒にやりたいって言って、うん、うん、なるほど。一回ここ忘れてもらっていい？ここどうなってたっけ？ここ3人ここで救済の子は選んでもらう。救済の子に。ああ、はいはい、誰だっけ。ああ、じゃあ、ああ、ここ、この4人なりそうだけど、こうでしょ。で、ちょっと場所変わった。あれ、あ、こうだっけ。あ、ごめんなさい。そうか、分からなくなっちゃった。これ、そのこっちはチリチリちゃん、何がで、その子はこの子と呼んでる。あー、なるほど。いた、うん、やこしいよね。そうだね、本当にごめんね。いや、大事だよ。ちっちりちゃんの意見を重要視した方がいいかなと思うから、この2人、3人泣いて大丈夫ですか。で、そこでかぶっちゃってるから、ここはもうじゃんけんでもいいかな。お互いにやりたい気持ちがあって、うん、それでそっちの方は、あ、その後にする。うん、後でいい。それでいい。初めて、初めて。ありがとう。急にお願いします。私、大丈夫ですか。大丈夫です。お願いします。お願いします。ごめんなさい。大丈夫です。じゃあ、今終わったところ、ここにコブちゃんと、コブちゃん、ごめんなさい。で、1、2、3、4ってことでよろしいでしょうか。ちょっと待って、どうなった。え、そこは、そこどうなった。今ここ3人しかいなくて、あ、ちょっと、あ、2人が、じゃあ私、え、どっちが3人で、ここ3で3だ、組んだことない。いい、いい、いい。この4人、何人いた。あ、ここは、ここに合わせて、はい、入りたい方に入ってもらうのがいいんじゃないかな。うん、初めての人がいるので。入りたいです。あ、じゃあ、いいんじゃないですか。あ、入りたい。あ、じゃあ、大丈夫。じゃんけん。じゃんけんする。じゃんけん、グー、じゃんけん、バイ。あ、すいません。謝らなくて。ありがとう。じゃあ、こういうことで大丈夫でしょうか。はい、お願いします。お願いします。お願いします。じゃあ、10時までここにいていただいて、その後は10時で、出なきゃいけない人たちは出てください。で、それ以降は自由としますので、12時までに、消灯となります。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうしよう、今日か。はい、あ、いいよ、あっちの机とかも使っていいので。はい、歌わりだけ。そうだね、歌わりと人だけ決めて、どこの立ち位置覚えればいいかだけ知りたい。やろっか。ごめんなさい、うるさい。どこでやる？あっちでやる？向こうの机も使ってもらって大丈夫ですよ。そっちの奥の食堂の、はい、多分足りないと思うんで、必要であれば。初めて。
お疲れ様です。お願いします。はい、以上。ちょっとじゃあ、佐々木さん、お疲れ様です。よろしくお願いします。頑張れ。
明日からよろしくお願いします。失礼します。すいません、失礼します。